どうも、アンソニーです。今回の動画はリリース前の新作ゲームを遊んでいくコーナー。2023年秋にスマートフォン用アプリゲームとして配信予定、初リバーブをプレイしていきます。本作に登場するヒロインたちは戦闘時に巨大化して戦うメカ少女たち。公式からは健全系 RPG としてプッシュされています。昨今のスマホゲームは結構ね、けしからん内容のものも増えていますから、果たして本当に健全なのか、そのあたりも注目して見ていきましょう。早速戦闘画面にやってきたのですが、初リバーブの世界は現在と呼ばれる地球の脅威に対抗するために、現在と同じくらいまで巨大化できる装甲をまとって戦うドライバーと呼ばれる少女たちが開発。プレイヤーはドライバーを指揮できるナビゲーターといったポジションで物語に関わっていきます。まあね、地球の脅威が迫っているっていうだけあって、まあストーリーは結構重めな内容となっています。じゃあ早速ね、バトルの方を先に見せようと思うんですけども、まあね、ユニットをマスに配置していって、まあこちらの攻撃、相手の攻撃とターンが順番に動いていくようなゲーム性となっています。もちろんね、各種ユニット特徴がありまして、まあ、赤色のユニットですね、例えばこの子、この子は毎ターン攻撃を行うオーソドックスなタイプの子です。はい、まあ、こんな感じで配置する前に攻撃する範囲が表示されますので、まあね、一番的に攻撃を当てれる場所に配置するといった流れです。じゃあこの子はここら辺に置いておきましょうか、とりあえず。はい、で続いて紫なんですけども、火力型、一旦チャージした後に攻撃をするという、まあ、強力な攻撃ができるタイプのユニットになります。続いては青ですね。はい、こちら防御型となります。まあ、この子たちはね、耐久力が非常に高く、まあ、敵の攻撃から他のドライバーたちを守る役割になります。まあ、なのでね、最前線に置くことは多いですけど、まあ、ちょっとこのステージはね、後半の方になるので、まあ、敵もバカではありませんという感じで、まあ、同じ行の2番目の敵を優先的に攻撃するなんてね、性能を持った敵とかも出てきます。はい、まあ、なのでステージによってかなりね、この防御型のユニットをね、置く場所ってのは大事になってきたりしますね。続いて緑ですね、支援型。はい、まあ、次に行動する味方の回復やバフなどを行うというユニットで、攻撃はできません。はい、まあ、この子たちは、まあ、あの攻撃順でいうと1番目に設置してあげて、まあ、味方にバフをばらまいた後に、まあ、他の攻撃するユニットたちが動くみたいな、はい、まあ、そういった立ち回りになってきます。はい、じゃあね、ちょっと配置が終わりましたので、あとは行動順ですね。この左上のぐるぐるマーク、ここを押すと行動する順番を決めることができます。まあ、先ほど言ったようにサポーターが1番目に動いて、まあ、あとはもう火力要員を動かして、じゃあね、ユニットの配置そして順番の変更が終わりましたので、いざ出陣ということで作戦開始ですね。はい、このゲームはね、作戦開始を押してからはもうあとは全てオートで進行します。はい、まずバフかけて攻撃入れて、はい、しっかり倒していく。バフがしっかり刺さりましたね。はい、ここでシールドアシスト入って、まあ相手もバッファーがいますね。はい、こっち、防御型の俺のユニットがワンパンされましたが、はいはいはい、ちょっと大丈夫か、不安になってきたよ。ラウンド2しっかりバフ入れて、はい、この子が強いんだよな、バフがあったら。はい、ナイス。はい、またバフ入れてますね、相手も。でも相手も1体なんで。あ、やばい、やばすぎる、結構ギリギリな戦い。あ、サポーターは最後倒さなくてもね、試合終了ということで、相手が攻撃できるユニットを倒せれば終わるのかな。あと一応ですね、ボス戦は今回ちょっとお見せできないんですけども、まあ、ボスはめちゃくちゃでかい、まあ、巨大娘ですからね、めちゃくちゃでかい敵も出てくるということで、まあ、その辺もね、お楽しみにしていてください。切ります。さあ、一緒に見届けましょう。すべての汚れを燃やし尽くせ。安らかにお眠りください。じゃあ続いてはガチャを引いていこうと思います。まあ、今ね、引けるガチャが、まあ、こんな感じのものになってるんですが、まあ、僕はちょっとどう考えてもアリスちゃんが好みなので、このアリスちゃんを狙って引いていこうかなと思います。10回募集いきます。さあ、ガチャインスタはこんな感じ、ド派手ですね、綺麗。あ、ロック、ちょっと確定演出とか見せたいけど、青ですね。ここが赤とかになるのかな。お、金色、何色が当たりなのかすらまだ把握できてませんが、さあ、ジュリア、かわいい。
通ね。いや、いいね、やっぱ。ナビゲーターちゃん、ほほほほ、お待たせ。でけや、新居すげえかわいい。いいね。お、黒羽。星2。今日からナビゲーターちゃん。マジでみんなかわいいな。一歩も。どの子が好きか、ちょっと皆さんもうこの時点からね、決めてってくださいね。私の名前はシバリ。ちゃんとね、フルボイスで声もしっかり入ってますから。全員かわいいんだけど、どうしよう。お、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 来た、星さん、ルルラ、黒だよ、黒、かっこいいな、黒で髪ピンク、分かってるな、やっぱ、作ってる側はね、こっちの好みを。いや、これ、女の子ももちろん可愛いんだけどさ、単純にフォルム、機体がね、やっぱロボット好きの、メカ好きの男性には刺さるんじゃないですか。いや、普通に星さん引いちゃった、ちょっともう一回行こうか、アリスちゃん引きたいからな、俺。さあ、次はどんなもんだ。いや、ここは変わんないのかな。この後が、あ、紫だ。さっきここ金だったもんね。あ、金が星さんだわ。みんな金が出たら激アツ。まあ、もちろん昇格とかもね、あるかもしれませんけど。お、ちょっと中国系のキャラもいますね。おお、すんごいの。この子なんてもうほぼ裸よ。大丈夫このゲーム。結構健全系とは聞きましたけども、まあ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 、押すだけあってギリギリなところが多いですね。この子が一番健全だわ。ちょっとラスト10連いくわ、頼む。来い。まああとね、一応この、ガチャなんですけども、まあ、もちろん皆さんね、これ今いろいろ見せてますけど、この子がいいなーって子がもちろんいるとは思います。まあそれね、ご心配ありませんということで、まあチュートリアル後の10連ガチャですね、最初の。そちらがね、引き直し放題という紙仕様になっております。失礼しますから。さあ来た、星さん最後と言いつつ、お、ルルラ被ったで、金来た。これでラスト、正真正銘。おおおお、初星さん、かわいい。この子もめっちゃ健全だし、見た目が良いな。これ良くない？ちょっと日本風な。俺正直アリスちゃんよりこの子の方が好みだったので良しとします。はい、ということで今回はガチャはね、こんな感じということで、まあ、皆さんも金の演出が出たら喜んでください。はい、一応ね、ちょっとホーム画面とかも見せたいんですけども、まあ、この子たちがどれだけでかいかというのはもう見ての通りですね。後ろが背景で、まあ、ビルとかありますけども、このぐらいのサイズですね。まあ、でタップするとセリフを聞くことができるというような感じですね。まあ、でも一応ね、一通りお見せしたんですけども、まあ、iOS の審査を6回、まあ、7回落ちるような、うん、ものをけしからんさはね、ちょっと感じませんでしたけども、なぜ落ちたのかというとこですよね。まあ、ちょっと他にも指揮室とかあるんでね、まあ、この辺とかも覗いてみますか。はい、指揮室では、まあ、一応資源の回収とかができるみたいですね。はい、こんなとこを押すと、まあ、こんな感じで物資が、まあ、資源が獲得できるというような感じです。はい、で一応他にもドライバーと仲良くなることができるメンテナンスプールというものも設置されているようですね。ちょっとこちらも、おっと、ほう、これは落ちますね、確実に。すでにわかる。なんかミニゲームが始まりましたけど、なんだこれ、なぞればいいのか、今の道を。 R17 のゲームって感じです、すでにこの時点で。今ちょっと僕ミスりましたね、しかも、まあ、メンテナンスできるんですね、女の子たちを。はい、あ、姿勢、海洋生物を、あ、タイミングよくタップすればいいんですね、なるほど。見せたいのは本当はそこじゃないんだぞというのを運営のね、あの意思がすごい伝わってきます、この時点で。このミニゲームはあくまでおまけだよと、はい、もう言ってますもんね。なるほど、ドライバーに最適なスキンケア商品を選んだりよ。クイズとかもあんだ。あ、この辺とかはでもちょっと面白そうだね。九州のエース部隊で少女3名によって構成されているこの部隊はということで、まあ、これは根滅ですね。はい、合ってたのか。この舞台のシンボルは、ね、さっきの少女は一体誰だったんだろうということで、最後この背中を見せてくれてた女の子を当てることができるんですが、じゃあガチャで引けなかったアリスちゃんを僕選んで外れました。でも好感度は上げてくれましたということで、まあちょっとね、こんな感じで、おっと、これを押したら揺れちゃうんですね、
これはまずい。これは本当ただ氷山の一角ですよ皆さん。どれだけこのゲームがけしからんかというのはもうあとはプレイしてお確かめください。ということで初リバーブプレイさせていただきました。まあ思った以上にですね、まあバトル部分が作り込まれていて、僕は個人的にバトル部分が詰将棋みたいに、まあ、舞台の配置とかね、まあ、ステージごとに考えていくというところがね、まあ、好印象で楽しいなと、はい、感じました。でもなんといってもね、やっぱりキャラクターの個性というのが他のゲームとは段違いで、まあ、ぜひね皆さん推しキャラをゲットしてメンテナンスプールでイチャイチャしてみてください。まあ、そんな初リバーブは2023年秋リリース予定。現在事前登録を受付中で、10連分のガチャチケットや SR カレン、SR リンといったドライバーもゲーム開始時に仲間になりますので、気になる方は概要欄からチェックして登録しておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。